はい、皆さんこんにちは、村長です。出ましたね、スタジオ1の 5.3 無料アップデートです。いろいろたくさん機能が増えたようなんですけれども、その中でも僕は皆さんも多分よく使うであろう、そして僕も一番スタジオ1の機能の中で気に入っているコードトラック、オーディオからコードトラックを作成することもできますし、もちろんMIDIからもできます。その操作性がとても便利なので気に入っています。村長ミュージックスタジオ。今このように画面にオーディオでのギターフレーズを入れてあります。はい、このような感じですね。そしてこのギターフレーズをちょっとコピーしましょう。スタジオ1では D です。そして上のところをループさせておきます。もう一度聞いてみましょう。このように今 C のキーで音がバッキングされています。ここでスタジオ1の方ではコードに従うというのをするとですね、このように変わります。これは今までできたんですけれども、コード進行先で楽曲を作ることが多い人にとっては、上にコードがあるのにですね、またここでコードを打つというのは大変です。単純なことなんですけれども、今回この機能がアップデートされました。例えばこの UJAM のシルクというソフトは、ナイロンギターのアルペジオが弾ける面白いツールです。これを入れたところにこのようにドラッグすると、上のコードトラックのコードが下にこのように打ち込みができたのと同じ状況になります。他の DAW にはこういう機能があったかも分かりませんが、スタジオ1はこのようにトラックにコードを展開できるように 5.3 でなりました。そしてこれでちょっと音を鳴らしてみるんですけれども、今見てたら C の3のところにデータがあります。 UJAM のシルクはコードをこの今画面で示しているところのように、 C の4からコードを書くエリアがあります。そのためにこの MIDI はオクターブ上げる必要があります。全てをこのように選択しておいて、シフト矢印キーでオクターブ上げました。こうするとすぐにアルペジオを弾きます。ソロにして聞いてみます。こういうことですね。また他のバーチャルギタリストシリーズでも同じようなことです。ここにスパークルというのがありますので、それも入れてみましょう。ロックなどにも使える汎用性の高い音源です。はい、先ほどと同じようにコードを下に引っ張ってきます。そしてこれも C4 エリアからのコードですので、もう一度オクターブを上げておきます。はい、これでどうなったでしょうか。このようにものすごく簡単にトラックを作っていくことができます。ちょっと応用ですが、スパークルで音を変えてみましょう。
ミリになったということは、これも DAW では当たり前ですけれども、例えばこのコードをミリで書き出しておきます。選択をエクスポートというところからループとミディの選択をして、そして適当な名前を本来はつけて、とこうしときましょうか。そして保存しておきます。コードがあれば便利なのっていうのは、例えば Easy Bass、 はい、これが Easy Bass の画面ですけれども、ドラム&キーというのを選択しますと、このような画面になります。それをダウンロードホルダーですね。これの今保存した AAA というのがありますので、これをここに載せると、画面はこのようになります。まず上のところをこのようにピアノを選んでですね、そしてこれをどちらかピアノの左手を中心にというのか、もしくはこちらでも両方ですね、試してみることができます。一度下ろしてみましょう。はい、このようにするともうコードもですね、全部引っ張ってきて、そしてこのようにベースのラインができました。今これではこのような簡単なベースラインになっています。それをこのグルーヴというのから選びます。こう選んでいくとこのように選択されて、自分がいいかなと思うようなのを選びます。はい、いいなと思いましたら、これをリプレイスミディというのにします。そしてここでセーブチェンジというのを押せば、ここのラインがこのように変わります。ピアノロール的に見るとこのようになっているわけですね。聞いてみましょう。はい、こんな感じです。今日はEasy Bassの説明ではありませんので、Easy Bassのことはこのぐらいにしておきまして、最後に3つのトラックで鳴らしてみましょう。はい、このようにコードトラックからミディを生成できるようになるととても便利です。いわゆる打つ手間が省けるというやつですね。他の DAW ではできているソフトもあったと思うんですけれども、このようにスタジオ15.3 の方で皆さんの要望が実現したようです。他の機能もこれから徐々に見ていきたいと思いますけれども、一番利用範囲の大きそうなコードトラックの進化を皆さんにお伝えしました。村長でした。